はいどうもこんにちは、スパイダーマン、あスパイダーマン、あサガランです。スパイダーマンやっていきましょう。前回はですね、メインストーリーとリサーチステーションを少しやったところですね。今回は新しいスーツなんかアンロックできるかな。あこれえスパイダーアーマーマーク2スーツ、銃弾無効化のパワーだ。めっちゃかっこいいんだけど、これ使ってみよう。やべえ、なんか F1 レーサーみたいな感じしない？フォトモード。やば。やば。めっちゃかっこいい。あーかっこいい。すごいな。なんか他の衣装とはなんか全然違った顔つきで。顔つき？目の感じが。これがスパイダーアーマー。もうこの街は俺が守るぜみたいな。ねえ。ちょい、やろうやろう。話を。デーモンとフィスクの縄張り争い盛り上がってるみたいだね。しかもショッカーまで、デーモンたちとグルだってさ。あいつら相当ヤバい。フィスクの後釜狙ってるのかな。それで済むならまだいいんだけど。よし到着。造船所、何してんだ。一歩でも奴らが足を踏み入れたらお前らの命はないと思え。了解です、ボス。警備を3倍にしてデーモンに手出しはさせません。いいか、デーモンが俺たちの物資を狙ってる。すでに2カ所やられた。ボスが無所にいるからって好き勝手に武器を奪っていいわけじゃねえ。フィスク捕まってるのに無線機持ってるってこと。こちらイーグル2、待機する。デーモンが物資を狙ってるだって。フィスクの手下を倒して何を守ってるか調べよう。なんであれ、フィスクにもデーモンにも渡しちゃダメだ。スナイパーだらけだ。先に倒した方がいいな。バレないように。そこら中ガラクタだらけだな。うまくウェブ当てれば混乱させられるかも。どうしよう、あそこ2人いるんだよな。装備って何のことだ。何を保管してるんだろう。スナイパーに警護がついてる。なんとか分断させないと。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。間違えて、地面に撃とうと思ったらさ、もう直接撃っちゃったね。それはバレるわっていう。うわ、かっこいい。なんだ、あのポーズ。なんだよ。スナイパーだらけだ。先に倒した方がいいな。そこら中ガラクタだらけだな。うまくウェブ当てれば混乱させられるかも。こうだね、こうして、こうして、オッケーオッケー。スナイパーに警護がついてる。なんとか分断させないと。オッケーオッケー。いけた。急いで急いで。よしよしよし、いい感じ。今度はあっち行こうか。このライト大丈夫かな。あっち行こう。うわ、緊張する。奴らが話してる金庫はどこにあるんだろう。いけるかな。ここだよね、この上。なんか中なんだけど。建物をスキャン。どうしようか。ボスには先を読む目があるような。これでいける。サノ、お前が。おい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 、なんで上に行くの、なんで上に行くの。いける、いける、いける、いける。よしよしよし、いけたいけた。なんとかだった。オッケー。今度はあの上のやつ行きたいな。あのスナイパー、あいつ行きたいけど、あそこ行ける。ここからあの屋根の上に。よしよしよし、めっちゃ緊張する。オッケーオッケー、いけました。そしたら下をやりたいな。ここは密売人の隠れ家だよ。じゃあ
トンネルとか秘密の部屋あるのか？トンネルとかね。ああ、お前がぼーっと突っ立ってる足元で俺が塞ごうとしてんのがそのトンネルだよ。フィスクが塞ごうとしてるトンネルか。調べないわけにはいかないな。確認してくる。よしよし、ここに、ここに行こう。少しはスパナでも。よしよし、いいぞいいぞいいぞ、急げ急げ。やばい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 、大変だ。よいしょ、バレてない？見つかってはないね。なんとか。よしよし、どこ行きやがった。いける、オッケー。上に逃げて。お前はあっち向け、お前はあっち向けって、お前はあっち向けって。よしよしよし、スキャンして、あいついけるね。急げ急げ。よしよしよし、バレてない。まだいけるまだいける。よしよし、いいぞ。あの人からやろうか。あの人をどんどん奥に追いやろう。ちょ、この人、この人、この人をどっか向かせないと。大丈夫？あー、やばい、なんか登っちゃった。あ、いいんだいいんだ、合ってる合ってる。誰かこっちに来い。よしよしよし、よしよしよし、バレてない。こっち来ないかな。ちょっとこれ、これいけるかな。待って、インパクトウェブで、よしよし、オッケーオッケー、インパクト強い。インパクトで連チャンいけるんだ。あと3人、あと3人。このおじちゃんをなんとかすれば、またインパクトで強引にいけるかも。なんでこっち来たの、おじちゃん。くそ、スパイダーマンがいるぞ。やばい、もうバレていいんじゃない。もう相当バレてると思うよ。こうやって、あの人はあっち、あの人はあっちだって。君はもうちょいこっち。やばい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 、いたずらしすぎた。早く行けやっつうことだよね。もう行こうか。やばいやばい、これで行こう。あ、バレちゃった。よいしょ、せい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 、これでよし、やった、行けた、やったやった、よかった。これジェファーソンかな、前回だか言ってた、さっき話に出たやつ。自警団の侵入や違法捜査は禁止されてるって知ってるよな。知ってるけどさ。だから令状を取ってきた。俺と合法な捜査をやるってのはどうだ。それは悪くない、ね、いい警官だ。あなたはデイビス巡査だ。ジェフと呼んで。君は、ああ、冗談だよ。息子が君のファンでね。それで令状があればドア壊すのもあり。それはさすがにもっと手続きが必要になるな。そっか、他の入り口探そう。侵入するんか。こういう場所では決まって壁に穴とか壊れた窓があるんだよね。裏を見てこい。俺もスパイダーマンなら一緒に行くんだがな。この辺？あ、ありましたね、通気口。すごいなんかゲームっぽいこと言ったね。メタ発言ってやつ？これってホラー映画か何か？おーい、恨みがましくて鍵詰めつけた漁師さんいる？それで鍵のかかったドアは？
これかな。ジェフ、聞こえる？ジョーク言いたい気分だけど今はやめとく。そりゃどうも。ドアの配電盤が見えるか？配電盤、これかな。オーバーロードさせればドアが開くはずだ。頭いい。でも電流を集める道具がないんだよね。これを。なんだ？スタンガンか、天才。このコンデンサーなら前から考えてたアップグレードに使えるかも。テーザーガン、テーザー銃。エレクトリックウェブが作成可能。丸をホールドして作成。おお。これで？これで撃つんか。お、電気の。エレクトリックウェブ最高。電気が流れるんだ、撃つと。ガジェット好きか？息子と同じだ。5歳でテレビ分解しやがってな。今じゃ携帯ロックも解除しちまう。やばいな。僕の先生になってくれないかな。なるほど。違法なものはなさそうだな。期待外れってとこ？一見するとな。調べてみよう。何か当てでもあるの？ここは昔からある場所だ。酒の密輸にも使われてた。なるほど。隠し部屋があるってことか。なあ、空洞じゃないか。パネルがあったぞ。さっきと同じだ。すげえ。電線が後ろに続いてる。配電盤を探してみろ。はい。マスクのレンズ使えば配線見えるかも。おお、すげえすげえすげえ。ん？これなんでこんなちょっと高いの？場所が。これもあれかな？オーバーロードかな？うまくいった？いや、違う配電盤だな。他を当たれ。まだあるんだ。上にあるね。よいしょ。これかな。どう？お、開いた。どうも。一人じゃ開けられなかった。僕も一人じゃ見つけられなかったよ。金庫が開いてる。ふん。残念、なんもなし。きっと他にも隠し部屋があるはずだ。ほら、床を見てみろ。ああ、そっか。ドアは隠せても床の傷は消せないもんね。他の傷を探そう。なるほど。他のコンテナってことなのかな。フィスクって書いてあるね。傷を探せってことは分かったし、もう一回調べてみよう。あ、上にもあるんだ。あ、あったあった。見つけた。傷、ドアもない。僕が見る限りはね。いいぞ、すぐに行く。早く来て。ダメだ、エレベーターが。エレベーター、待って、引っ張り上げる。どこだ、あっち。ふん。おお、すごい。2階に到着。錆びた機械の音をお楽しみください。あれじゃ通れない。俺なら平気だ。どうすんの。いや、やる。着地もバッチリだね。ドーナツは食べない主義だ。なるほど。また秘密のドアか。鍵をいじってみる。配電盤を見つけたら教えてくれ。はい。うん、見てみる。ありますね、これかな。ねえ、開いた。もう一個。いや、別のに繋がってるみたいだな。これか。見つけた。開いた？もう一回。命中。やるじゃないか。お。おい、見てみろ。なんかある。外れか。外れか。なんだかフィスクにおちょくられてる気分になってきた。だが見てみろ。銃があったみたいだ。正面からは運び出してない。他に通路があるってことだ。壁に電線が。あれをたどれば道が開けるかもな。あいつらが話してた金庫に近づいてる？だろうな。デュアル回路か。二つ目の配電盤を探してみろ。デュアル回路。これかな？
配電盤の気持ちになって考えてみるんだ。電線をたどればどこにあるかわかるはずだ。これはあれか、このエレベーターを上に上げるんだ。見つけた。これで当てると。なるほど。え、出てきたぞ、大正解。さすがだな。思ってたのとなんか違ったけど。こいつは重い。すごいな。何これ、フィスク自分で開けたんかな。帰り来そうだからね。1、2、3。わーお。あー、何これ、すっごい不気味。密売人のトンネルだろうな。アルカポネの時代から掃除してなさそうだね。コンクリートの塊が。これじゃ通れない。ちょっと上から見てみるよ。どうするんだい。なんか通れないぞ。どうした。あ、来た。動かせるかも。びっくりした。待ってて。通れない。手を貸してくれ。これあれか、この今の何、地下鉄か。警察の方の動きと一緒に動かないといけないのかな。今のって絶対地下鉄じゃないよね。ああ、爆発ってとこだな。なんか起こってる。それで今のはデーモン。デーモンか。金庫だ、急げ。え、めっちゃ先にいる。瞬間移動してる。表面ジップする。よし。この警官の人と一緒に行動すればいい感じだな。デーモンに逃げられた。あららら。出し抜かれるなんて。裏口があるんだろう。探してみてくれ。ロケットランチャーだ。すごい武器庫だ。いや、元武器庫か。あった。鍵を吹き飛ばしたんだ。わ、いたぞ。仮面のやつらだ。デーモンだ。ここにいて。何言ってる。こいつは二人の山だろ。それとこいつも。逃げるぞ。やれ。お、ナイス。あ、出た出た。こいつらなんか変な武器使うんだよな。中国語。隠れてて。おれ。よいしょ。よいしょ。よし、どこだっけ。おれ。おれ。待てよ、ここで防弾使うか。防弾オン。撃ってみろ。撃ってみな。何これ、何これ、やめなさい。よいしょ。スイ。おれ。おれ。うい。フィニッシュムーブ。おれ。結構やるじゃん。あ、すげえ、防弾全然食らわない。離れてろ、気絶させる。あ、防弾割った、防弾割った。お返しします。おれ。どうも、助かった。よし、止めて。待てよ。よいしょ。いや、電気を食らわして。最高のタイミング。よし。電気強いね。敵がさ、動きを止めてくれるわ。うわ、増援だ。まずい。まずは一人インパクトで倒そうか。インパクトに変えて、右側に回って車にインパクトで当てたいけど。あ、違うのがいった。フィニッシュムーブ。スパイダーマンが見えない。全然。ほら、なんかアイアンマンみたいな。アイアンマンじゃねえや、キャプテンアメリカみたいな盾持ってる。うれ。うれ。まずい、まずい、まずい。よいしょ。うれ。状況は。いけそうだぞ。うれ。待てよ、こいつにフィニッシュムーブ。また見えなかった。何かが見えない。いつもスパイダーマンか相手か分かんないけど見えない。よいしょ。そいつじゃないんだ、殴りたいのは。これをぶつけよ。ほら。あ、すごい、なんかコンボみたいになった。
ッケー。あ、こいつがいた。待てよ、防弾、防弾使える？使えないか。あ、ビリビリしてる。よいしょ。スタンバ、来い、待て。ジェフがさ、敵の動きを止めてくれるから戦いやすかったね。大丈夫？すごい簡単だった。あ、追いかけるぞ。追跡開始。武装集団乗せたトラック逃がしたらスーパーヒーロー廃業かも。急げ。お、回避。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、待てよ。ロケットランチャーさ、打ち返せるんじゃないか。撃ってくるかな。ここは無理か。こっちもまずい。道路にうじゃうじゃいて、このままじゃ犠牲が出る。あ、危ない危ない。投げ返しのやつ出るけど、気をつけて。近すぎて難しいな。無茶はしないでよ。来た、投げ返せ。投げ返したけど消えた。なんか変なロケットランチャーかな。おっとっとっと、待てよ、これ防弾にしたらどうなる。ロケットランチャー食らうんかな。あ、そもそも当たらない。お、来た。見物人が危ないな。近づかない。よし、乗せてくれない。避けて、死角で捕獲。死角で倒して、いいね。おお、かっちょいい。まずい、事故る事故る。これで R1 糸を出して、トラック止めて。やばい、地下鉄来たら大変だよ。やばい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 、地下鉄来てる。最悪、連打だ連打。こんな時だけ帝国。急げ急げ、危ない危ない。怪力、じゃあ逃げられちゃう逃げられちゃう。やべえぞ。あ、ジェフか、大丈夫か。やめろやめろ、ジェフ。ああ、ああ、大丈夫か。あ、ジェフ危ない、タイヤが。大丈夫？え、強くないジェフ、やばくない。現場にいた警官はジェファーソン・デイビス巡査とのことです。巡査は軽傷を負っているものの、MJ、命に別状はないとの情報です。お嬢さん、こんなとこで何してるの。そっちこそ。オークションの一件で現場の担当記者になったの。こういう事件とかデーモンの調査に専念できる、そういうこと。奴らに近づきすぎれば狙われるかもしれないんだよ。でも近づけば二人で止められるかもしれないでしょ。二人？デイビス巡査、デイリービューグルのワトソンです。ノーコメント。そうですか。でも黙っていても誰かが記事にするんです。あることないことを書いてね。君は違うのか。私は真実を知りたいだけ。そうか、乗って。さすが。うん、クリア。ああ、くたくた。家に帰って一眠りしよう。よかった。あのさ、いい警官ってさ、大体死ぬじゃん、こういうのって。死ななくてよかったジェフ。あ、最後撃たれるんかなと思ってね、ドキドキしたわ。あ、トラベルできるんだ。え、電車乗ってんの。あ、帰ってきた。お、ただいま。
はあ、嘘だろ。何何何、え、ドアぶっ壊れてる。エンパイア衛星局 AD だ。あ、どうも。うちの外のゴミ箱から間違って持っていかれたものがあって、どこに持っていかれたか。ゴミ箱の番号。あ、ちょっと待って。64476、33番ルートだ。トラックは作業済み。そこにないなら諦めな。ちょっとねえ、待って、困ってるんだ。トラックの場所だけでも教えて。ああ、分かったよ。多分バワリーとグランド通りの角にある車庫だな。分かった、ありがとう。市営車庫ね、バワリーとグランドか。楽勝。何が起こったんだ。他のものは別にいいけど、スパイディードライブだけはまずい。楽勝だよね。30トンのゴミ収集車からフラッシュドライブ見つけるだけ。なんかあれかな、家賃が払えなくて立ち退きみたいなこと。高校時代からの汗と涙の結晶が。オットー博士のとこがねダメになってね、多分今仕事がないんだよね、ピーター。それであれかな、家賃が払えなかったの。よいしょ。やっぱ鍵かかってるよね。ゴミ泥棒なんて本当にいるの。他に入り口があるかもしれない。どこだろう。まだ通気口がありそうだけどね。通気口上かな。あ、なんかある。これか。よいしょ。自分のもの取りに来たんだから強盗じゃないだよね。焦んなくて平気。まだゴミ捨ててないかも。あるかな、残ってる。ないか。ないの、うん、よし、焦ってオッケー。焦ってオッケー。エンパイア衛星局の AD だ。ねえ、トラックが車庫にない可能性なんてあるかな。まああるな。だったらチャイナタウンの西側にいるはずだ。オッケー、行ってみるよ。行ってみるか。なあ、思い出したんだが、たまにあいつらゴミ捨てる前にピザ屋に寄るんだよ。本当？ピザ屋に寄ってみるよ。ちなみにどのお店かな。夫婦で経営してる店だよ。ジェリー？そりゃアップタウンだろ。ジェリーの元祖の方。ああ、そっちか。いや、L で始まる名前だ、確かな。ラリー？それはいい。待って、トラック見つけたかも。あ、これ？ありがとう。近くにトラックがいるはずだな。あ、これか、こっちね。ダメだ、ここにはない。近くに他にも止まってないかな。なんかゴミ袋になんかパンダの絵が描いてあって可愛い。あ、あれ、あれはこれ違う。あ、違うか。どこだろう。見ろ。あ、これは、これ僕のものはないけど。これすごい臭い。ピザ。エディ、僕の救世主。なかったみたいだな。本当にこの辺にいるの。オズボーンの集会があるからルート変更したのかもな。35番ルートだったとしたら今頃はもう焼却炉の中だろうさ。焼却炉。マンハッタンブリッジの先、急ぎな。大変だ。間に合うかな。焼却炉発見。まだ大丈夫。まずい問題発生。え、なんかやってるよ。防弾オン。ほら、うい。悪いが時間がないんだ。荷物が燃やされちゃう。ごめんなさいね。これでいいか。これで、よいしょ、よいしょ。どうもスパイダーマン。大丈夫？うん、ありがとう。あいつらここ数日ここいらでのさばり出してるんだよ。まだ他にも仲間がいるはずだ。注意しておくよ。ねえ、
ちょっと僕の私有物探してもいい？なあ、ご自由に。俺は事故の報告をしてくる。大丈夫？これ？これ？多分これだ。あったあった、よかった。ありますように、ありますように。やった、無事だといいけど。おうおう、リサーチみたいなやつ。違うか。おー、これ昔の試作ガジェット、ウェブボム。結構かっこいい。未完成のままだ。うん、なんとかできるかも。おう、これね。作成、アンロック続ける。おう、近接トリガーの爆発物で範囲内すべての敵に瞬時にウェブを巻きつける。強くない？やった。見ろよ、あいつスパイダーマンごっこしてやがる。まずい、殺せ。どう使うんだ？ L1 をホールドしてガジェットでウェブボム選択。あ、 R1 で投げる。うわ強っ、うわ強っ。インパクトに変えて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、セーイ。はい、よいしょ、はい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 。あー、糸切れ、糸切れでございます。え、ウェブボム強いね。なんか簡単に出せるウェブブロッサムみたいな感じなんかな。MJ に頼むか。あ、家がないのね。え、MJ んち行くの？やばくない？ピーター、女の子の家さ、よくそんな簡単に行けるね。どうやって MJ に止めてって頼もうかな。そうだな、いや MJ、 ピーターだけど。あー、一応悩んでるね。できれば今夜止めて。それじゃ硬すぎる。MJ、ちょっと近くに来たから。ダサい。え、どうすんだ？いやー MJ、友達に戻ったことだし、よかったら。そんなの惨めすぎるって。そんなに深く考えることじゃないだろう。ただの友達なんだし、友達を止めるのはよくあることだろう。全然変じゃないって。ソファーで寝るし。 MJ のソファー。あー、変なこと考えるなよ。ネットから通知だ。うん、MJ の記事が出たみたいだな。他を当たった方が良さそうだな。仕事で忙しいだろうし。どうすんだ？ハリーがいればな、止めてもらうのに。ハリーは同級生だね。どうしよっか。うん、誰からのメッセージだろう。発信者は不明か。ねえスパイダー、久しぶりじゃない。会いたかった。この住所に来て捕まえられるかしら。今の聞き覚えある？誰だ？ちょ、ここで終わりましょうか今回。スパイダーマンでした。よかったらチャンネル登録お願いします。ではまたお